ねえ、兄に今日は段ボールで迷路を作って遊ぼうよ。いいね、いいね、面白そう。兄に材料を確認するよ。うん。段ボールよし、ハサミよし、ガムテープよし、カッターよし、全部 OK。 よし、作ろう。あー、取れない取れない取れない、よし、取れた。やばい、くっついちゃった。あれ、破れちゃった。にーにー、メイカッター怖くて使えないよ。実は俺も使えないんだよね。これじゃ迷路作れないよね。はあ、どうしよう、これじゃ迷路作れないよ。あ、そういう時はスーパーパパマンを呼ぼうよ。スーパーパパマン、ハッ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 。私がスーパーパパマンだ。何かお困りのようだな。そうなんだよ、ダンボールで迷路を作りたいんだけどうまくいかないんだよ。スーパーパパマン、手伝ってお願い。お安いご用だ、タケル君、メイちゃん、一緒に作ろう。うん、これか。よし、作ろう作ろう。よし、これか。ガムテープ、あ、なんだこれ。気を取り直してカッターナイフ。キャー、怖ーい。カッターナイフってとっても切れ味がすごいから怖いなー。スーパーパパマン、俺たちよりダメダメじゃん。スーパーパパマン、ポンコツじゃん。ダメダメ、ポンコツ。あ、スーパーパパマンのお友達の箱先生を呼んじゃおっかな。え、箱先生？箱先生もスーパーヒーローなの？せーの、箱先生！はい、どうも、箱先生です。え、全然スーパーヒーローじゃないじゃん。え、なんで8598って書いてあるの？そこには箱先生の思いと誇りが書かれていた。8598というのは箱クリエイト、箱クリエイトと呼びます。そうやって呼ぶんだ。クリエイトというのはだな、想像する、作るって意味なんだ。それでは箱先生、よろしく。わかりました。じゃあみんなで作ってみようか。うん。それじゃあ、じゃあな。じゃあな。ここに大きな段ボール迷路を作るよ。これで段ボール迷路の完成です。もちろん、いっぱい遊んでください。うん、スタート。楽しい。ゴール。はい、ゴール。じゃあ先生、もう一回やってもいい？もちろん、もう一回やってごらん。さっきと違う道で行ったらまた新しい発見があると思う。箱先生はいつもこういう迷路を作ってるの？そうだよ、
この迷路を全国各地いろんなところに持って行って迷路を作ってたくさんの子供たちに遊んでもらうのが僕の仕事。素敵なお仕事だね。ありがとう、たけるくん、めいちゃん。じゃあ自分たちでダンボール迷路を作ってみない？作りたい。この大きな巨大ダンボール迷路をギューッとちっちゃくしたのがリトルダンボール迷路だ。へえ、すごい。本当にちっちゃくなってる。これをあっちで一緒に作ってみない？うん。今からここに35個の箱を自分たちで折って並べて置いていきながら迷路のコースを考えていきます。はい。じゃあまずこれを手に取ってください。この折れ目が入ってる方、これを内側にしてこう折っていきます。はい、折っていきながらこうね、外から内側に入れるとこんな箱が出来上がってきます。あ、そう、よくできました。そうです、そうです、そうです。こうかな。そう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 、よくできました。この箱を折って並べていきます。これを全部。そうです、はあ、これを全部。そうです。めいちゃん、とにかくやってみようぜ。できた。できた。はい、ここからは迷路のコースを作る説明をしますよ。ここを押してパチンと行くと穴が開きます。お、よくできました。いい音、パチン、いい音できましたね。その穴開けたところのまっすぐのところを穴開けると、これが直線、ビー玉がまっすぐ通る道になります。トンネルっていう。これをここに置きながらどういう迷路にするかやっていきましょう。はい、はい、押して押して。箱先生、ん、どうした？行き止まり作りたいんだけど4つ開けちゃった、どうしよう。そんな時は大丈夫。その4つ穴開けちゃったのに開けてない箱をくっつければそこが行き止まりになるから。ありがとう。積み物のりも使わないからとっても簡単にできるね。用意するのは想像力だけ。箱先生、うまいこと言うね。うんうん、ありがとう。順調順調、楽しい。できた。はいよ。箱先生もできました。はい、なんかめっちゃ難しそう。難しそうでしょ。小さいお友達でも作れるからチャレンジしてみてね。これができたらこの後はスタートとゴールの位置を決めるために屋根を作っていきます。リトルダンボール迷路で遊んでみましょう。行き止まりだ。行き止まりだ。あれ、どこだっけ？あ、やば。あ、ゴール入った。見えちゃダメだな。見えてる。ゴールできた！この声は？リトルダンボールメロで楽しんでるようだね。スーパーパパマンからの挑戦状だ。私が作ったコースをクリアして勝った方にこのダンボール金メダルをプレゼントしちゃうよ。欲しいだろう？わあ、ダンボール金メダル欲しい欲しい。めちゃくちゃ難しいコース作っちゃうぜ。できたー。スーパーパパマンの激ムズコースができたぞ。このコースはな、100人いれば10
10通りのコースができるんだぜ。いやいや、それ言うな。100通りでしょ。たけるくんめいちゃん、はい、今からバトルをしてもらう。はい。名付けてリトルダンボール迷路バトルだ。バトルだ。お、盛り上がりはないぞ。いやー、そうだそうだ。いやー、いやー、近所迷惑だ。それでは先攻後攻じゃんけんポン。先攻後攻じゃんけんポン。後攻みーちゃん。後攻たけるくんが先行だ。たけるくんが行こう。行くよ行くよ。よし、立つ。うまい。これはどう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 。これも激難しい。10秒経過。終わった。たけるくんのタイム、はい、10秒経過。おお、早いぞめいちゃん。はい、はい、ねえ、違う、めいは俺、あれ箱先生のやり方最初見てたの。はい、ねえ、違う、めいは俺、あれ箱先生のやり方最初見てたの。みんな、これが兄貴の日神だ。見た、こうやって、こうやって見た、見たんだよ、めいは。めいは、めいは見たんだよ。箱先生、どっちの勝ちですか？見たんだよ。めいちゃんの勝ちです。イエーイ。見たんだよ。見たんだよ。ありがとうございました。ありがとうございます。白熱した勝負ありましたけどもね、勝ったお友達、負けたお友達、いろんなシーンがあると思う。しかしリトルダンボール迷路はコミュニケーションを取るためにぴったりのアイテムなんだ。みんなもいろんなお友達、そして家族で楽しんでみてな。今日はみんなとっても上手にできました。今日からこれで箱クリエイターだ。箱クリエイターだ。イエーイ。よし、じゃあ箱先生はそろそろ行かなきゃ。え、箱先生もう帰っちゃうの？寂しい。世界中の子供たちがダンボール迷路を待ってるからね、作りに行かなきゃ。箱先生かっこよすぎる。ところで箱先生、僕と一緒にこのコスチューム着ませんか？いいです、ダサいんで。ダサいって。じゃあ帰ります。気をつけて。気をつけてね。箱先生行っちゃったね。うん、うん、あれ、すいません、うん、出口どっちでしたっけ？え、メイル作りの名人なのにね。うん、出口も迷ってるよ。だね、人生は迷路だからね。じゃあ、なんかかっこいいこと言ってたけど結局迷ってたね。うん、でもスーパーパパマン、ん？箱先生はコスチュームを着なくても帰りの出口が分からなくても子供たちのスーパーヒーローさ。子供たちのスーパーヒーローさ。